皆さんこんにちは、群馬ソングライターのよしみです。今日はですね、新しいゲスト、あ、でもちょっともしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、ご紹介します。マディナちゃんです。イエーイ、こんにちは。マディナちゃんは、マディナちゃんってなんかちょっとやめていい？マディナは、ウズベキスタンです。はい、で私は彼女と群馬だったのかな、初めてね、そう群馬で会ったんですけれども、今日は、なかなかね、私ウズベキスタンっていう国の名前をそもそもマディナに会ってから知って、本当まあちょっとね学が弱いので、そんな国あったんだって本当超失礼なやつだったんですけど、皆さんもそんなに馴染みがないかなと思うんですよ。日本にいたらなかなかね、だってウズベキスタン料理とか食べたことありますか？ないと思うんだよね。ね、あんまりレストランとかもないし、そうなので今日はちょっとウズベキスタンと日本のなんか違いだったりいいところとかを聞いてみたいと思います。それではスタート。よしみワールド。はい、では早速聞いていきたいと思います。え、マジで、そもそも何カ国語喋るんだっけ？ 5?6 名の今勉強してるし。何？日本語、日本語、英語、ウズベク語、ロシア語、ロシア語と、あと私が生まれたとこでタジク語もあって、タジク語全然役に立たないんだけど、日本にいても聞くこともなさそうだけど、タジク語、え、国は？国はタジキスタン。タジキスタン、そうそうそう。あ、さて、そもそもウズベキスタンが、うん、あ、私です。大丈夫？うん、大丈夫。ウズベキスタンがアジアだってことも知らなくて、普通にヨーロッパかなって思ってたくらいだから、そう思ってる人が多い、ね。中央アジア？そうなんだよね。中央アジア。そうそう。で、実際ですね、私はもう本当になんかマリナと会ってから気になっちゃって、ウズベキスタンが。で、2019年ぐらい、はい、全然コロナになる前にウズベキスタンに行ってきたんですよ。で、まあ、その、ね、時のちょっと写真、あの様子とかは後で写真で、あのちょっとフォト、何スライドショー、そうでお見せしようかなと思うんですけども、とにかくなんだろう、まあ、同じアジアといっても全然文化とかは違うから、そもそも日本になんで来たんだっけ？そもそも、うん、まあ、子供の頃に日本語勉強したことあって、うん、そこから興味持ったっていうのは、あ、そうそう、ウズベキスタンに日本語学校があるんだよね。そうです。それがびっくりじゃないですか。そう、日本語学校があるんですよ。でそこに通っててすごい成績が良かったんだよね。そうで、なんかのこうエクスチェンジプログラムみたいなので、富岡、そう、群馬の富岡にマディナが来て、で私は知り合いを伝ってあのマディナを紹介、ね、されたんだけど、そうね、なんか初め日本に来て一番びっくりしたことは何ですか？日本に来て一番びっくりしたことを、よく聞かれるんだけどね、なんか一番最初でしょ、一番最初に来たのは2015年で、まだ高校生だし、高校生、初めての海外、初めての日本で、そこが沖縄だったのね。え、初めて沖縄行ったのか。そう、初めては沖縄行った。それもなんかレアだけどね。いや、まずウズベキスタン、海がないからさ、で、日本本当に綺麗だなと思った。なんか普通に清潔っていうかな、街が、そう、街が綺麗で、ウズベキスタンもね頑張ってるけど、そう、そこがまずはあのすごい違うなって。普通にゴミもないし何もない。あるとこもあるけどね、あるとこもあるけど、なんか、街が綺麗だなって印象。そうか、なんか結構その文化の違い、なんか私がそのウズベキスタン行った時に、途中まで私知らな、全然知らなくて間違えちゃったマナーがあって、あれ、トイレ、トイレ、トイレ全然違くない？違うね。そう、流すとか、そう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 、トイレットペーパーをあの
トイレで用を足してでトイレットペーパー使うじゃないですか。でそれを普通に流すじゃないですか日本だと。でそれを普通にしてて、ウズベキスタンでも。でも確かになんでここにそのトイレに大きめのなんかゴミ箱があるんだろうなみたいな。でもたまにあるじゃないですか、日本でも普通にゴミ箱が中にあってゴミ捨てていいよみたいな。だからそういう感じかなみたいな思ったんですけど、実はトイレットペーパーを捨てない、あ、違う、流さないんだよね。流さないね。そうだから使ったティッシュを横の何そのゴミ箱に入れるんですよ。結構衝撃的じゃない？でもまあそういう海外とか慣れてる人は知ってるかもしれないですけど、アメリカも普通に流すし、うん、私が多分今まで旅行とかで行ってた場所多分全部流してたから初めてで、それはびっくりしちゃう、ね、そうで、よくつまんなかったねって言われてそうね、詰まっちゃうってこと。そう、詰まっちゃうね。そうだよね、なんでなんだろう、トイレットペーパー自体が違うのか。トイレットペーパーがそう流すタイプじゃないから、まずはトイレのそのなんていうの、ビレがあまりいいやつじゃないのと、うん、あとトイレットペーパーもその薄くないし、うん、詰まっちゃう、うん、だから横に捨てる、ね、でもそれが結構抵抗がありましてですね結構衝撃的だったかな私は。そうだから初め、ね、そうだからそうだね、それが一番その文化っていうかその衝撃的だった違いはそれだったんだけど、え、あと他に何かある？なんか、あ、じゃあいいところでしょうか。なんか日本に来て逆になんかウズベキスタンのここよいいなみたいな、なんかし改めて知ったところ、改めて、うん、あ、オッケー、まあ日本人とウズベク人の違い、うんうん、まあカルチャーの違いってなるんだけども、うんうん、ウズベキスタンはハグとか、うん、キスとかこう、うん、スキンシップが普通だから、うん、日本はそれがないなって、うん、確かに。そうそうそう、あの私のホストファミリー、うん、お父さんうちもそうなんだけど、子供がいるじゃん。で、子供はウズベキスタンはもう最初に知らない子でも、うん、あのハグとかキスするのね。うん、それがもう普通すぎて、うん、逆にしちゃったのね。で、その子が何すればいいか分からんってこうやって立ってたから子供がね、そうそうそう、何このお姉ちゃんみたいになったんだ。そう、ハグもそうだし、あの長い間会ってなくて、うんうんうん、あの会ったら久しぶりみたいなね、ハグするし、帰る時もバイバイのハグは普通にあるから、うんうん、すごくびっくりしちゃった、うん、そうだよね、うん、確かにね。まあ、ウズベキスタンもね、うん、あのあまり家族じゃない、うんうん、男性と女性はそのスキンシップはあんま取らないけど、まあうんうん、握手ぐらいだけども家族は本当に取る、うんうん、と友達同士、いいね、うん、いいことだよね。そっか、あとなんだろう、なんかある、そのいい、あ、逆にじゃあ日本に来て、うん、ウズベックはここだけど日本のこういうところいいなみたいな。あ、綺麗って街が綺麗っていうのもあるけど、中に、うん、あ、It's like lining up, what was it? 並ぶ？並ぶ？ In line? Yeah. 例えば電車乗るとき、うん、ちゃんとみんな順番で、They can wait? Yeah, they can wait. ウズベク人はもう待てないね。あ、待てないそうだね、なんか別に決まってなくても日本人はちゃんと、なんだろう、ちゃんと律儀に並ぶよね、うんうん、あ、それがびっくりした。びっくりした。あ、まあいいとこだよね、確かに。それで争わないもんね、いい、なんか私私ってならないから。確かに、あ、そうかそうか、あるね、そういうところ。あんまりそれをなんかすごいって思わないかもね、その日本人だったら当たり前だから、当たり前だけど、うん、逆になんで並べないのって思っちゃうね。並べない人だって思うけど、うん、すごい並べる、こんな普通に喋らないでしょ、あの前に普通に並んでるから。ウズベキスタンはね、もう誰が最後だってこう探さないといけないの、自分が誰の後かわからないから、もうみんなバーってとりあえず。そういうこと。そうそうそう、え、そんなん分かんないじゃん、ね、分からない。積極性みたいなのも問われるえ、あ、だからか、なんかあのタクシーさ、うん、
ウズベキスタンでタクシー乗るときにめちゃくちゃタクシーの運転手に群がられるわけ。なんか命の危険を感じるレベルで群がられるわけね。なんかあそこの空港とかさ、うん、もうオーディションみたいな感じになるよね。なんかどのタクシーに乗るのかみたいな、俺のみたいな、みたいな。それはないじゃん日本では。絶対多分もう車が並んでるもんだって。そうよね。で次の車っていうなってるけど、もうなんかいろんなところに車を止めてあって、タクシーの運転手さんが立って待ってるみたいな。でしかもなんか15人20人ぐらい待ってて、なんかタクシー乗るなら俺のみたいな感じで、結構それもびっくりしたな。だってどれ選んでいいか分かんないよね。ねね、で行ってみたらなんかすごいポンコツ車だったとか、逆にいい車だったとか、分かんない。当たり前じゃん。分かんないね。普通にしか当てないし、そうそうそう、車見えないし。そう。そうね、確かにね、だいぶ文化か。それびっくりしたかな。でもなんかすっごいね、そういうところはあるけど、うん、人がめちゃくちゃ温かかったイメージがある。あ、ウズベキスタン。うん。優しかったね。あと普通荷物とかもさ、全然見知らぬ人が大きいスーツケース抱えたら階段で登ろうとしたら上まで運んでくれて、それとかも初め私盗まれたかと思ったら、本当にだって普通に何も言わずにさ、なんかガッて持ってくから、あ、やられたなって思ったんだけど普通にジェントルマンな人で、ただ階段ね大変そうだからっていうので運んでくれて、しかも俺は言ったけどさ、なんかもう本当に当たり前なのに、うん、なんかさ行っちゃったし、そういうの結構多かったね。電車とかもすごいお年寄りとか女性とか座らせてくれる、うん、男性とかすぐパッと立つもんね。そうだよね。しかもみんな立つよね。なんかその近くにいるからどうぞとかじゃなくて、なんか何人かバッて立つ。そうよね。それもびっくりした。なんかすごい優しいんだろうな。優しいっていうのかな、なんかそういう文化っていうか教えっていうか、うん、その子供の頃からね、その年寄りを大切にしてくださったその女性は、女性席とかそういうのももう当たり前すぎて、うん、そうそう、で普通に気づいてないかも。いいことしてるっていうのは当たり前だからやってるっていう。そうだよね。なんかもう反射神経的にパッて立つの、何人もパッて。だからなんかみたいな一個でいいけどみたいな感じがそう。いやでもそれはあったな。荷物も持ってくれたし、あとタクシーでさ、うん、道迷ってた時もさ、タクシー乗っててどっか向かってたんでしょうね、うん、ホテルだっけ、なんか向かってたんだけど、ロストでしょ、うん、だったじゃなくて、道迷っちゃって、でタクシーの運転手さんもちょっと分かんなくて、ちょっと止まってちょっと調べてたんだよね、地図。そしたらなんか向こうからめちゃくちゃなんか、まあすごい言い方失礼なんですけど、ちょっと柄悪めのなんかタンクトップで、なんか結構パジャマみたいな感じで B さんでガーってこう、なんか結構な勢いでなんか男の人がタクシーに向かって走ってきたから怖っと思って、銃でも突きつけられるんじゃないかみたいな。なんか LA にいるとさなんかほんと治安の悪いところで車止めちゃダメとかさ、ドア開けちゃダメとかさ、なんかいろいろこう教え込まれてこうビビって生きてきたから、海外だとこうちょっと気を張らなくちゃいけないみたいな、結構そういう癖もあるから、やばいみたいな、変な人超来たんだけどみたいな感じだったけど、普通になんか道で迷ったの？大丈夫？みたいな感じで教えてくれたじゃん。ただの優しい人かよみたいな失礼しましたみたいな本当にそう、なんかみんな犯罪者扱いみたいな感じで私は見ちゃったけど、ただただめちゃくちゃいい人たちだったっていう、なんかそういうね、あるな、思い出っていうか申し訳ないみたいな、そうあった。意外と助けようとする人多いよね。多い。全然だって東京とかさ、日本なんてどうなんだろう。そう、他人事じゃない。そう、明らかに迷って困ってても誰も何もしてくれない。言わないよね。言わないし、話しかけたらもしかしたらね、その、うん、なんか調べたりとか教えてくれる人はいると思うけど、なんか積極的に大丈夫ですかっていう人はあんまりいないね。そう、だからびっくりするレベルで助けてくれるかな。だからそういう人の温かさっていうのをすごく感じたかな、うん、あとご飯もね、なんかご飯は逆に
ご飯で言っちゃうと、なんか日本の方がいろんな種類、いろんな国のものが食べれるから、そこはやっぱ日本はすごいなって思ったかな。でウズベク料理は美味しかったけど、ウズベク料理しかない、しかないレベルでしかないよね。ね、しかもあの、なんだっけ、あ、もう忘れちゃった、あの代表的なチャーハンみたいなのがあるんですよ。プロフ、うん、そう、ピラフみたいなね、プロフっていう、結構油を結構使っているね。ですっごい大きな釜で、ちょっと写真後で出そうかな。その、はい、あのその大きな釜で作るんですけど、どのくらい時間かけて作るんだっけ。2時間ぐらいかな。ね、なんかすごい工程があるんだよね、うん、なんか工場ですかっていうレベルの、もう本当な、何メートル、2メートルぐらい、直径2メートルぐらいの、ああいうレストランとか、レストランとかで、あれはもっと時間かかるね。時間かかってるよね、うん、家で作ると2時間ぐらいしてるから。そうとか、そういうのがあって、でプロフをめちゃくちゃ食べるよね。めちゃくちゃ食べるね。週に2回は絶対食べてるかな。みんな木曜日だっけ、プロフの日があるでしょ。木曜日がプロフの日と日曜日あ、そうだ、どんだけプロフ食べるって感じなの本当に。だって日本で言ったら何、例えばだからチャーハンを木曜日と日曜日は必ず食べますとかありえないじゃないですか。だから結構びっくりした、飽きないのかなとか。で意外とね、なんかそのプロフも種類はあるよね、うん、なんかしかもその種類が、なんていうの、エビ、イカとか、なんか海鮮ビーフ、チキンとかではなくて、なんて言ったらいいの、少しあの盛り合う、なんていうの、like putting it in the, I couldn't find a difference. It's なんか本当に少しの違い。これ何が違うか全然わかんないの、うん、分からないぐらいの違いだよね、うん、しかもなんかあの男の人用のプロフあるよね。あったね。不思議でしょ、男の人用のプロフと普通のっていうか、それはね、なんとなくだけど、もうちょっと油っぽかった気がする、男の人の方が、うん、そうだね、男の人は油っぽくても全然食べれるから、うん、まあ女性でも食べれるけど、うん、もうちょっと油少なめの方が食べやすい、うんうんうん、そうね、で男性そこ気にしてないからなのかな。なんかでもその普通のも、なんか多分普通にパッて日本人からしたら絶対油入れすぎただろっていうぐらい油あのテカテカしてるんだよね、結構。そうそう、だけど美味しいんだけどね、味美味しいから。しかもなんか私はあのパンとかよりもお米派だから、うんうんうん、海外とか行ってずっとピザとかだったら結構きついわけ、ハンバーガーとか、うん、でもお米だったから、それはねすごい助かったし、美味しかったから結構食べれたんですけど、でも毎週みたいなそれはあったかもしれない。美味しい、うん、結構だからこんなね話をしたら本当に止まらないぐらいなんですけどいっぱいあったんです。そう、まあ、だから一度ねちょっと行ってみてほしいって言ってみてほしいな。結構違いがあって、でウズベクのなんか伝統の洋服を、うん、あの赤とさブルーのドレスみたいな着たの、 あれそうだよね、うんうん、そうそう、あの写真なんですけどこちらです。そう、あの何ちょっと貸し衣装みたいな感じで着させてくれて、そう来たんですけど、結構ね、あ、柄がすごいあの可愛くて、私一個ウズベキスタンで何オーダーメイドでワンピースも作ってもらったんですけど、そう結構私を好みな感じだったかな。であとその建物、教会になるのあれだ、そうかも、うん、あそこレギスタンとか、うん、歴史的な建物、うん、そうだね、教会、教会歴史、なんだろう、その昔のその建物が、うん、なんていうか、もうね柄みたいな中のそう装飾みたいなのがすごい綺麗で、なんかわかんないですけど、私すごい懐かしい感じがして、すごい、なんだろう、なんか癒されるっていうのも変なんだけど、すっごい綺麗でわーってなったんだよね。あそこはもうめちゃくちゃ綺麗だったから行ってほしいし、綺麗しか言ってない、語彙力写真ねちょっとお見せしますけど、そうかなーっていうのもあります。なんでただ英語が通じなかった、あんまり
そう、英語ができればある程度いけるだろうっていう気になって行ったら、全く英語通じなくて、嘘でしょみたいな、英語通じない、日本語通じない、え、どうしたらいいのみたいな、もうなんかえってなって、ただマリナがいたからね、セーフだったけど、ロシア語、うん、とウズベク語、そう、だからそれは結構久しぶりに、何て言ったらいいんだろう、久しぶりの感覚だったね。なんか英語習ってからはさ、ある程度いけると思ってたじゃん、うん、そうね、そうそうそう、だけど、え、どうしようみたいな、スパセーバーとかダーしか知らないんだけどみたいな、ロシア語のありがとうとかはい、ノーしか知らないみたいな感じで、やばかったね、それは、うん、でもあれ、ちょっと待って、本当に2年前、3年前、あれだよね、そう、だから忘れちゃった、ほんまに1個覚えたのに、いくつか、あ、ウズベク語、じゃあね、使わないと、うん、じゃあウズベク語1個こう最後に、それだけ皆さんにウズベク語を講座して終わりにしたいと思います。何の言葉がいいかな、何がいい、何がいい、まあ、こんにちはか、ありがとうか、ありがとうにしようか、ありがとう、ありがとう、はい、何ですか、ラフマッツ、そうだ、思い出した、ラフマッツ、ラフマッツ、はい、ありがとう、ラフマッツ、ラフマッツ、 repeat after her、 はい、ラフマッツ、はいということで、これを見た方はちょっとだけでもね、あのなんかウズベキスタンについて知れたかなと思います、うん、はい、ぜひね、機会があったらウズベキスタン行ってみてください。とてもいいところですよ。はい、ということで今日はマリナちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。 Thank you Thank you for having me はい、ではまた次回お会いしましょう。あのウズベキスタン面白そう、面白そうとか、いい国だねとか、マリナちゃんかわいいと思った方はぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いしますはい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。